メルヴィン・カルビンはアメリカ合衆国の科学者。カルビン・ベンソン回路をアンドリュー・ベンソンとジェームズ・バッシャムと共に発見し、それによって1961年にノーベル科学賞を受賞した。アメリカ合衆国のミネソタ州セントポールでリトアニアグルジア系ユダヤ移民の子供として生まれたカルビンは1931年にミシガン工科大学から学位を、 1935年にはミネソタ大学から博士号を得た。その後、マンチェスター大学で博士研究員として4年間在籍した。1942年にジュヌビエーブ・ゲムツガルデと結婚し、二人の娘と一人の息子を持った。1937年にカリフォルニア大学バークレー校に講師として加わり、1947年に科学の教授に昇進した。 1963年には分子生物学の教授の肩書きが追加された。彼は科学生物動力学研究所の創立者かつ所長であり、同時に1980年に多くの研究を指導し、引退するまでバークレイ放射線研究所の副所長だった。彼はジョン・ F ・ケネリとリンドン・ B ・ジョンソンの下で科学諮問委員会と科学技術政策局の顧問を務めた。 また、アメリカ科学アカデミーに選出され、科学公共政策の委員長やロンドン王立協会、日本学士院、オランダ王立科学アカデミーにも就任した。放射性同位体である炭素14をトレーサーとして用いることにより、カルビンらは、光合成では、最初に、大気中の二酸化炭素が吸収され、炭水化物や、他の有機物に変換されるという炭素の完全な、 移動を図しした。その際に、カルビンのチームは、従来信じられていた二酸化炭素にではなく、クロロフィルに日光が作用することで、有機化合物の生成が促されることを示した。活発な研究の最後の年に、再生可能資源としての石油生産プラントの使用についての研究をした。また、生物の科学的進化について、長年研究を行い、1969年に、 それを主題とした本を出版した。さらに、有機地球科学や発言の科学、月の石の分析に関する研究も行った。その他、アメリカ科学者協会からは、ゴールドメダルを授与されている。ありがとうございます。